やあ、旅を好きなみんな、トッキニ氷介です。今回はね、東郷町で寝た。よく寝た。今回はこのね、ドン・キホーテに売ってるシートをちょっと膨らまして寝たんだけど、また今度紹介するね。ふわふわしててよかったよ。じゃあちょっと散歩でも行こうかな。朝散歩。朝の東郷町はこんな感じになってる。霧もかかって、なんか神秘的だね。いいね。気持ちいいよ。川のとこまで歩いてきたんだけど、霧がかかって真っ白になって神秘的だ。いやー、ほんと神秘的だ。すごい。上にはお月さんもあるしね。いやー、ほんとはトラックも走ってるね。うわー、すごい。山のなんか山の中の素晴らしさが出てる。パパ最高だよ。パパ反対側の山も霧がかかってて綺麗。すごい、すごいじゃん、すごいじゃん。自然の良さ出てるじゃん。はい、なんすかね、道が全部通れんで観光できなくて、南郷まで行って、でお風呂とか入って、はい、でこっち来ました。ここに来ました。ここで、はい、寝たの？はい、ここでちょっと寝てからまた行くところです。今日は三郷町の、今度は西郷と北郷の方に行って、今はこれへん。そうっすね。ですです。そこの牧水公園、こういったところ。牧水も行きました。あの公園がありますよね。花もあって。あ、ハンバーガー屋さんなくなったんですね。ああ、もうね。はい、あ。早くなくなって。おー、また。こうなって。こうなって。いやー、できてなー。おじいちゃんが作ったんかな。おじいちゃん、いやー、東郷道の駅も人といっぱい話せてよかった。じゃあ昨日の続きをしようかな。西郷と北郷の方に行ってみようかな。でかい坂本ライスセンタードローン展示提供。すごいね、でっかいドローン。農業用やね。はい、次来たところが三郷町役場北郷です。ここはね、日の神様、一回動画であげたんですけど、そこが近いところですね。その日の神様はあれです、家は燃えてもそのお札だけ燃えなかったという伝説がある、あのお札があるんですね。前の動画であげた宇奈間寺城であげてます。はい、じゃあちょっと北郷の町をブラブラしたいと思います。北郷の町を楽しむぞ。いきなり端からほらお地蔵様ですね、日の神様ですね。して橋の横、スターがある。なんでスターなんだろう。それは謎だ、わかりません。なんでスターが乗ってるんだ。あとはね、教えてください。知ってる方はコメント欄で教えてください。川でアヒルが泳いでる、気持ちよさそうに。わあわあ、アフラック。橋の端にはこう鐘がある。かわいいなこれ、かわいいなぁ。愛くるしいな。地蔵の里って書いてる。そしてスターだ。すげえ。行こう行こう。おぉ、なんか建物とかいい雰囲気じゃないねえ。なんかあるかなぁ。なんかね。うわぁ、立派やね、この家。酒屋さんか。すごいな、昔ながらだね、これ。へぇ。なんか前に大姿もなかクッキーカステラがある。よし、ここのお菓子屋さんに
ちょっと入ってみよう。お店はこんな感じ。これビスマンって何ですかね。中に白ワンが入ってます。へえー。そこはクッキーの生地というかこうサクッとした感じです。おお、なるほど。ビスマンとカステラ。はい、前回動画であげたうなま地蔵さんですね。こんな感じ。またね、違うあれで動画で上がってるのでぜひ見てください。はい、カステラと何これ、なんていう、これ何やったかな。あ、ビスマン、ビスマンを買いました。食べてみたいと思います。ビスマンの中こんな感じ、白あんかな。ちょっと食べてみたいと思います。うまい、めっちゃうまい。このお菓子めっちゃうまい。牛乳に合いそう。はい、次カステラです。ちょっと食べてみたいと思います。俺がカステラ食べると思ってるのか。うめえ、柔らかい、牛乳に合いそう。これも喉か、なんか癒されるな。いいね、雰囲気もいいし、鳥の鳴き声もいいな。でもここが町になるのかな。このビスマとカステラは危険だ。美味しすぎて食べたらなくなってる。危険だ、危険だ、とても危険だ。このカステラは危険だ。子供がパクパク食べてすぐなくなる。いやー、とても美味しすぎて危険だ。この北郷の戦闘民族はみんな通るたびに頭を下げていく。だから俺はやってやった。深く頭を下げて、こんにちはって言ったら向こうもこんにちはって返してくれる。なんていい街なんだ。あの星、橋にあった星の意味が分かった。星降る地蔵の里っていうところなんだ。なるほどね。はい、次来たのが手作り屋北の里。すごい、感動のふるさと美里町。私をそう簡単に感動できるかな。北の里の横にうなま地蔵あるやん。すげえ、めっちゃすげえやん。こんなでかいのあるんや、感動する。わ、めっちゃ緑きれいやん。鳥の音、さえずりも最高やし、めっちゃめっちゃ感動する。鯉のぼりもいっぱいあるよ、すげえ。ちなみに自分は緑の鯉のぼりが好きだな。みんなは何色が好きかな。北の里はこんな感じ。北の里は手作り豆腐が有名みたいだよ。ちょっと行ってくるね。ちょっと外でも食べれるようになってるから豆腐食べてみようかな。新聞に取材されるぐらい有名みたい。すごいね、手作りの豆腐大人気だって。出来たてなんすか。出来たてです。おお、すごい、出来たて豆腐。うわ、すごい。いや、触らない。うん、ちょっとお水です。うわ、うまそう。出来たてを今水に入れたところなんだって。うん、ええー、だからあったかいんだって。食べようぜみんな。え、出来たて豆腐うまそうじゃん。めっちゃ感動。美里城に感動。ちょっとあんま全然全然よ。ちょっと。みんなジュース買ってきたよ。アクンとハルくん。ちょっと待ってください。これ切っていい？いいよ。ちょっといつ前にやろう。ちょっとね、外側はあれかな、固め、固め。ちょっと生で食べてみよう。うん、うまい、濃厚濃厚。うん、うまい。ちょっと外はあれしっかりめで、中がふんわり、うまい。なんてことだ、食べたらなくなってる。ごちそうさまでした。美味しかったです。すごい鯉のぼりの数。家に帰るまでが旅ですからね。今日やってないな。
林業大学に来ました。今日はやってなさそうだな。ね、すごい広いよ。ちょっとブラブラしたいと思います。森の科学館がある、行ってみよう。お、テーブルが木でできてる。さすがだね。さすが。おいいね。なんか、マリオで出てくるあのキノコみたいだな。これ触ったら大きくなれそうだな。触ってみよう。てん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 。森の科学館。建物はこんな感じ。九州だけって見られる鳥だって。そんな僕と一緒に森のいろいろな仕組みについて学ぶことにしよう。かっこいいやん、カマキリの木のおもちゃ。あ、でんでん虫。でんでん虫の歌った。バッタの車。あ、バッタ。あ、すごい。ほんとや、面白いね。はい、滑り台とか乗って遊ぶワンちゃんとかあるよ。お、滑り台あるけど、俺が滑り台すると思ってるのか。おあ、楽しかった。これ連続25年ってすごいね。すごいね。こういうの高いんだろうな。すごいな。すっげえ綺麗。こう作れる技術がすごいよね。中には学校の教室もあるよ。教室あります。これは毒キノコだな。確かに違うんかな。わからん。勉強したけどわからん。最後レイクランド、眺めがめちゃめちゃ綺麗。水の色もエメラルドグリーンになってるよ。ここは桜も綺麗そうだね。ひょっとこじゃんけん、せーの、ティーティリリ、ティーティリリ、ティーリリリリリ、じゃんけんポーン、パーだよー。また見てねー。トッキーニ、ひょうすけの旅、高評価、チャンネル登録、よろしくねー。